この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は表情圏でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。マドリーチャマルティン対マンチェスターユナイテッド。さあ、北澤さん、本日の試合どの選手が一番気になりますか？カゼミーロですね。彼の守備の強さは中盤で効いてきますよね。ピンチの芽を摘み取ってくれるので、チームへの貢献度が非常に高いですよね。強力なミドルでゴールも狙えるので、攻守にわたる活躍に注目したいですよね。はい、当然監督も彼の働きに期待していることと思います。さあ、ボールはリシャルリーソン。きた、ミドル。このファーストハーフ最初のコーナーキックはマンチェスターユナイテッド。どうだ、スーゾン、先制、マンチェスターユナイテッド。コーナーから頭でしっかり決めました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。さあ、マンチェスターユナイテッド先制ゴールを決めました。1対0。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。モドリッチからホドリゴ、カルバハル、トニクロースからベンゼマ。さあ、左へ預けて、いいプレッシャー、カウンターを仕掛けていきます。リューパスを狙う。さあ、リシャルリソン、ちょっと伸びてしまいました。マルセロ、大きく縦へ、トニクロースに渡る。リシャルリソン、縦へのボール、ムバッペへのボール、ムバッペからベンゼマ、スルーパス、ベンゼマからタヒスチョン。ここは間合いを取る。モドリッチから緩いフィードボール、アザール、抜けてくる。ディフェンスをものともしません。フランク・ケシエ、細かいパス回し、カズミルからベンゼマ、カルバハル、ベンゼマ、ここは通しません。ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。前半から得点が動いています。マンチェスターユナイテッド先制してハーフを迎えました。いい前半でしたよね。中盤でシンプルにボールを回しながらチャンスを作ってました。シュート、マンチェスターユナイテッド、大きな追加点。さあ、今のボールいかがでしょうか？強い弾道でね、うまく使って踏みましたね。さあ、マンチェスターユナイテッド得点を重ね2対0という展開。
マンチェスターユナイテッドとしては 2-0 リードは大きいですよ ね、 ねまずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができているってことなんじゃないかなと思いますね。マンチェスターユナイテッドこのゲーム連勝がかかっていますね。どうご覧になりますか。まあ、最近は調子ですからね。点もしっかり取ってますし、当然今日も勝つ気で来てると思いますけどもね。ベンゼマに渡る。カゼミルからベンゼマ。ベンゼマに渡る。ベンゼマから左サイド。この柔らかいパス。このパスはキーパーへ。裏を届くか。収まってフリーだ。スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。うまくディフェンスラインの裏を狙って配置になったんですけどもね。少し焦りがあったんでしょうかね。ここは決めきれなかったですね。マンチェスターユナイテッド決定的なチャンスを収めることができませんでした。マルソロ長いボール縦へ。アザール左サイドを上がっていきます。サイドを使います。クロスターマンから大きく縦へ。ドリブルですね。トニクロース縦に長いボール。トニクロースからアザール。アザールからベンゼマ。デイビーズ。ロングフィードで狙う。裏へ落とした。トニクロースからアザール。プレスからボールがこぼれる。速い。ファビアン・ルイス、この試合ですでにアシストを記録しています。ミドル。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。さあ、共に選手交代があるようです。セルフィオ・ラモス。ナチョ・フェルナンデス。アザール。ナチョ・フェルナンデス。ナチョ・フェルナンデスからアザール。入れてくるでしょうね。この選手ロングスロー持ってますからね。ケイン。ここで笛です。2対0。マンチェスターユナイテッド勝利を得ました。